敷地内に置かれている八戸市の郷土玩具八幡場の模型八戸インターチェンジは青森県八戸市にある八戸自動車道のインターチェンジである。インターチェンジ内には料金所の他東日本高速道路東北支社八戸管理事務所が設置されており、青森県警察高速道路交通警察隊八戸分駐隊も置かれている。 なお本校では、併設する高速バス停留所である、八戸バスストップについても記載する。隣接する、八戸 JCT が、ハーフジャンクションで整備されているため、東 IC から走行できるのは、南郷インターチェンジ方面のみとなっており、八戸自動車道の新線区間や八戸く時、自動車道方面へのアクセスはできない。この関係で、利用に注意が必要なインターチェンジである。 青森県道29号八戸環状線に、順直結、Y 型のランプウェイで接続している。八戸市内方面行きの停留所料金所付近に、設置されており、八戸インターチェンジの停留所名が用いられる。八戸市営バス、南部バス、八戸ニュータウン線、東白山帯バス停が最寄り停留所で、東バス停下車ごと歩で、約3分の距離である。 カルマイ高速線は、同インターバス停に停車しない。ありがとうございます。